皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は提督の決断法をパープギーと PS2 版続きやっていきましょう。だいぶ時間がかかってるんですが、今回こそ、マダガスカル攻略を行っていきたいというふうに思います。早速艦隊を動かしましょう。で、艦隊再編してまして、今マダガスカルに隣接するアラビア海に集結している艦隊なんですが、第3、第4、第5と全部空母艦隊になっていて、最新の前回ご紹介したレインボー3を搭載している形になります。で、これらの艦隊を動かしていきましょう。マダガスカルに出撃です。ここを取ればイギリスが降伏という形になりますね。で、それとは別にアメリカ軍との戦いに備えて第11、第12、第13という艦隊を新しく創設しています。ちょっと中身だけねご覧いただくと、第11艦隊、これ空母艦隊ですね、最新鋭の、艦載機を搭載予定の7型の空母になります。で、こちらの第12艦隊も7型の空母4隻からなる。で、第13艦隊に関しては戦艦2隻の計順12ですね。これはハワイで、今いる艦隊と合流予定という形になります。では時間を進めていきましょう。ただちょっとお金が使えるので、お金だけ使っとく。結局今一番欲しい最新のレインボー3航空機ですね、これ作るアルミがないものの、お金と鉄はそれなりにあるので、今のうちにそしたら輸送船を作っちゃいましょう。いや、航空機の配備はお任せできないよ。輸送船だけの配備はしたいけど。どうしようかな。いやー、移任は任せられない。今回も移任しちゃいましたけど。では、マダガスカル島攻略始めていきまーす。あ、スパイがちょうどいなくなったタイミングか。スパイを入れておいたんですが、スパイがちょうどいなくなっている。マダガスカル島の場所を確認するところからですね。航空機の偵察によって、マダガスカル島の敵基地の場所。まあ、まずはね、敵艦隊との戦いになると思うので、まあ、すぐにどうのこうのということにはならないと思うんですが、まあ、マダガスカル島で、いきなり敵艦隊いるもんね。雨が降っている？雨が降ってるな。了解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 。これあんまり嬉しくないよね。せっかくの7型の空母が生きてこない。巡洋艦タイマー、味方艦隊より入電。了解。敵飛行場発見。雨やみ待ちですね。早いな。
雨が止まない限りなかなかこちらの想定している動きができなそうですね。第3、第4艦隊はちょっと上に退避だな。ここであんまり空母傷つけられたくないので、さあ雨止んでくれ。第5艦隊から空母が1個中破、ただ飛べるね、まだ飛べる。いやこの雨が止んでくれないと。ちょっと雨が全然止んでくれない。時間を早めます。じれったいで。ようやく雨が止んだね。まずは敵の攻撃を空母から行いたいので距離は取りましょう。航続距離はね十分ある。最新のレインボー3を搭載してるんで。とんでもねえ数の航空機が飛んでるな敵の方も。そうだよね。第5艦隊から空母やられたものは撤退していく。甲板大破はもう無理なので撤退です。いやマダガスカルそう簡単にはいかないぞこれは。やられてる。空母がやられているな。ある程度の被害はしょうがないとはいえ想像以上にダメージが広がってるね。
偵察機もちょっと出しておこう。了解。了解。第三艦隊はまだ比較的戦えるので南下していこう。第四艦隊もね、空母中波になってますが甲板が生きてるのでまだまだ戦えますね。第五艦隊はどう？うん、中波してるけど甲板が生きてれば大丈夫、空母が使えれば。よし、飛行場の位置は3つ全部割れましたね。航空隊着艦。了解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 。いや、両軍合わせて相当な航空機の数が飛んでるからね。第5艦隊がだいぶダメージ出てきてるね。第5艦隊が一番危ないかな。で、敵の飛行場残り2つなんですが、一番画面左の方に今第3艦隊から航空隊出てるので、これで破壊が終わるはずです。飛行場1つ終わったね。そうすると敵の飛行場が残り1つになります。ここがほぼ無傷だな。でも第4艦隊も南下させます。了解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 。巡洋艦進軍。敵の航空機が上空待ってるな。味方の直縁が頑張ってくれてればっていうところですけど、一応直縁も上空待ってはいますからね。さあ、安土は撤退だね。もう甲板やられてるので。どの空母よ。何？第5艦隊がボロボロになっている。第5艦隊の空母が2隻、もうダメな状態だね。
まあ、夜のうちにも敵基地には攻撃が仕掛けられるので、しっかり敵基地を叩いておきましょう、夜のうちに。第5艦隊がやばいことになってるんだよね。第5艦隊はもうこのまま突入するしかないで、空母1隻しか残ってないんで、で残り1つ敵の基地、今第3第4艦隊から爆撃隊が出たので、これで終わってくれれば嬉しいな。1トン爆弾の威力がうまくはまってくれれば終わるかな。第4艦隊の空母、ちょっとどの空母がやられたのか確認していかないと。第4艦隊の空母、これもうダメだね、撤退だ。第5艦隊の空母は、いや、これももうダメだ。第5艦隊は空母が全滅ですね。まあ、全滅というか、撤退せざるを得ないと言った方がいいかな。そうなると第5艦隊はもう突入するしかないので、突入しましょう。第3艦隊の空母が3隻残ってるのがまだ救いかな。そうすると。ちょっと残っちゃった形か、敵の基地ね。航空隊着艦、味方艦隊より入電、警察停止、敵艦隊の増援。うは、西村さんが戦死か。さらに敵の増援、アメリカ軍の空母がいるね。まあ、一刻も早く敵の基地を潰しましょう。そのことに変わりはないですからね。航空機で今のうちに最後の飛行場を潰す。巡洋艦沈没、第5艦隊の空母が沈められたな。これで本当に終わるはず。よし、敵の飛行場は全て破壊が終わりましたね。あとは敵の艦隊だ。第5艦隊がもうボロボロなので、まあ、玉砕覚悟で敵の艦隊をできるだけ潰すしかないな。せめてこのライオンハートとフェンサー2隻の空母沈めてから散ってほしいな。まずフェンサーは沈めたね。あとはライオンハート。至近距離での砲撃戦で、第5艦隊残ってるのがクルーザー、まあ従順
ケージュン、それぞれ2隻ずつですね。これでライオンハートを沈められれば、全然ありがたい。今雨が降っちゃってるから航空機が飛べないな。了解。了解。味方艦隊より入電。ここにいるのがアメリカ軍の空母艦隊だな。よし、ライオンハート撃沈した。味方艦隊より入電、巡洋艦沈没。了解。了解。了解。さあ、第五艦隊だね。もうボロボロの第五艦隊。ただもうマダガスカルは今回取らなきゃ取れないので。敵艦隊の増援が到着。さらに敵艦隊の増援か。これはどこの艦隊だ。空母がいるね。しかも第三艦隊が挟まれてるね。了解。了解。第五艦隊は終わりだな。もう攻撃能力がなくなったので撤退させましょう。雨やみ待ちですね。空母、第三艦隊の空母にダメージが出ると厳しいので、なんとか逃げ切りたいね。今後ろからケツに突かれてる状態ですね。雨が止んでくれて航空隊が出られればまた一気に流れが変わるかなというところなんですけどね。
結構雨が多いよね、ここは。いや、空母が逃げるその先に敵艦隊がいるってどういう状況これ。確実に沈むな、あの空母は。逃げ切ったら奇跡だよ。味方艦隊より入電。お、撤退成功した。これは嬉しい。空母が一隻生き残ってくれた。了解。了解。さあ、雨が早く止んでほしいな。雨が止まないともう打撃能力がある第三、うん、第五艦隊が壊滅したので、ここでやっぱ全天候型の航空機欲しいですよね。雨が止むまでちょっと時間進めちゃいます。どうしても雨が多いとその間に時間が経ってしまいますね。全然雨止まないな。雨止んだ？止んだね。偵察機も飛ばす。もうお昼回ってるからね。味方艦隊より入電。航空隊発艦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 。指定地点に到着。了解。了解。第三艦隊からも空母にダメージが出た？これ以上空母の数が減るとちょっと攻撃力自体に疑問がつくな。敵も空母は健在だな。空母の数多いよ。また雨？ここで雨じゃないね。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊着艦。一刻前攻撃隊出したいんだけど。さらに増援かよ。マジでどんだけいるんだこのマダガスカル。
えぐいで、敵艦隊に航空機と砲撃戦と、もう総力戦で挑みましょう。どの空母よ、大破したのは。だは、厳しいな。第三艦隊から空母が一隻だけになっちゃったわけだね。第三艦隊の空母が全滅。そうなると第三艦隊ももう突撃するしかないな。元気なイギリス軍の艦隊がまだいるもんね。で、画面の下の方に敵の航空機が戻ってってるようにマップ上見えるんで、あっちに空母がいるね、まだ。さらに敵艦隊の増援ってさ、もうちょっとやばくない？これ、このマダガスカルにどんだけ艦隊いるんだっていう感じがするね。いや、これやえぐすぎんだろ、いくらなんでも。
これもすごいもんね、数が。敵の艦隊の数が。ちょっと時間を早めます、夜間戦闘中。了解了解、敵艦隊撃滅。それでもよく戦ってるよ本当に。味方艦隊も戦力低下してるからさ。了解。ちょっと待ってね、ここにいるのは何？了解。こっちにいるんじゃないか、敵の艦隊。了解。ここに敵の艦隊がいる気がする。いるね、やっぱり LST がいるな。今回マダガスカル何としても取りたい。まだ絶対画面のマップ下に敵の空母が潜んでいるはずなんで、この空母を潰さないことには終わらない。敵艦隊発見。地に空母がいたのか。第三艦隊が持ちこたえられるかだな。了解。了解。第四艦隊も回り込みましょう、急いで。前後から挟み撃ちにできれば一番いいですね。了解。また雨降ってるからね。スピードを通常に戻します。で、第4艦隊がこのまま、雨が降ってるので、なんとか砲撃戦で仕留めましょう。味方艦隊より入電。空母が2隻確認できますね、視認できるだけで。空母3隻ある、ね、ここにいるだけでも。了解。了解。
第三艦隊ちょっと足が遅いのがいるな。了解。了解。ちょっと待って、撤退でしょ。他は速度が全然出てないのがどっかにいる。これだな。これで第三艦隊も現場に急行できるはずですね。了解。了解。敵艦隊戦力低下。こちらも戦力低下してるよ。ただ前後から攻撃して敵の三空母、残された敵の三空母、これを落とせるんじゃないか。いや、むちゃくちゃな数の敵艦を沈めたよ。確認していきましょう。西村さんが戦死しちゃいましたけど。いや、味方の損害もでかい。まあ、飛ばしちゃった。残念。まあでも、100超えが4人いるからね、今回。獲得した功績を見るだけでも。アラビア海にこのタイミングで進行してくるか。潜水艦3隻で持ちこたえられるのかな。ちょっとここはもう時間をね、進めちゃいますね。いや、アラビア海に進行してくるってことは、さらに艦隊がいたってことでしょ、マダガスカルに。進行してくるだけの艦隊が。いや、本当に史上最大の海戦でしたけど、マダガスカル沖の海戦は。ここはもうやることは何もないので、時間を進めていっちゃいましょう。はい。なんとか守りきりましたね。偵察機をなくしてとか失ってしまっていたのか、全然敵の艦隊を発見できずに終わってしまったので、まあちょっと微妙でしたが。まあ何よりも、マダガスカルとってイギリスを降伏させることができたというのが一番の今回の収穫ですね。
これで一気に資源量とかも増えたとは思うんで、この後は対アメリカ軍戦に備えていきましょう。で、まあアメリカっていう意味で言うと、まあ残されたアメリカ軍の拠点はどうだろう。カナリア沖にまず艦隊を置いておく必要があるかなと。なので艦隊を移動します。カナリア沖へ移動。で、あとはドイツ軍が守ってるから大丈夫かな。我々はハワイからアメリカ軍を追い詰めていければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。